平成29年度香川四国幼年美術研究大会文化会3食紅スプレーで遊ぼうの様子です。小さいお子さんでも安全なように食紅を水で溶いてスプレーボトルに入れてみました。これをシュッシュッと吹きつけて色をつけたり模様をつけたりします。真四角に切っておけば折り紙にすることもできます。またクレヨンで描いておけば弾き絵、バチックの技法も使うことができます。参加した先生方はこのスプレーボトルは初めてですので、とにかく自由に遊んでみてもらいました。そのうち使い方が分かってくるとイメージがどんどん膨らんでいったようです。この作品は四つ切り画用紙2枚分の大きさがあります。シュッシュッとスプレーするだけでどんどん色がついていくので、先生方はいろんな工夫をしながらたくさんの作品を作っていきます。このカタツムリよくできてますよね。この渦巻きはなかなか切れませんよ。素敵な絵です。魚たちが群れています。この魚を使ってまた新しい作品、後ろの丸を使ってまた新しい作品と、どんどん作品が増えていきました。白い線が浮かび上がっています。なんだか素敵な虹色の海の底が出来上がりました。こちらは花火が浮かび上がっています。子供たちの名前が浮かび上がったひよこさん。もっと大きな紙でもできます。カバーしていた紙を取り除くと、大きな木の枝が現れました。いいですからね、大丈夫。新聞紙を重ねてギザギザ切ったやつをこうずらーっと並べていきました。そしたら大きいのができるので、これ出るかどうか試してないです。で、これでこんな感じにすれば、これで草原がこう出現してくるんですよね。子どもたちもリアクションがいいとすごく嬉しいでしょ。私たちもそういうお手本をしてあげるといいと思います。特に小学校の先生はお行儀よく聞きなさいという人が多いので、その辺気をつけています。はい、こんな感じで、あとほらここに子どもたちに好きに描いたお花なんかをベタベタベタって貼っていけばね、ケージに参加したみたいな感じになりますよね。さあ、お気に入りの作品を並べて鑑賞会&撮影会です。実際に作った作品はこの何倍もあります。折り鶴もありますね。最後に全大会でワークショップの様子を発表させていただきました。参加の皆様、どうもありがとうございました。